FRB ・連邦準備制度理事会のパウエル議長は30日、議会上院の公聴会で、新型コロナの新たな変異ウイルス、オミクロン株が雇用と経済に下振れリスクをもたらすと警戒感を示しました。The パウエル議長はオミクロン株への懸念が強まると人々の就労意欲を低下させ労働市場の回復の遅れやサプライチェーンの混乱が増幅する可能性があると指摘しましたさらにパウエル議長はテーパリングを想定より数ヶ月早く終了させることが望ましいとし 次回の FOMC= 連邦公開市場委員会で議論の対象になると述べましたまたパウエル議長は現在のインフレ率が高い水準にある中インフレの高まりは一時的だとしてきた表現について撤回するのが適切な時期かもしれないと述べました同じく議会証言に臨んだイエレン財務長官はオミクロン株についてのさらなるデータを待っているとした上で 現時点でアメリカ経済の回復は力強さを維持していると確信しているとの認識を示しました。